はい、こんにちは。気まぐれ投稿ということで、こんなような問題なんですけども、まあ、見るからにうまく解けるように作られた問題だなという感じなんですけども、まあ、F カッコ X がこんな風に与えられていて、で、2024分の1、2024分の2、分母が3、4、5、つって2024分の2023までを代入したものを全部足したらと。で、まあ、例によってガウス少年が子供の頃に頭とお尻をくっつけたのが、まあこれなら思い浮かびやすいかなと。これとこれ足したらどうなるかと。9の、まあちょっともう数のめんどくさいんで X としておきます。足す3分の9の X 乗とお尻は足してちょうど1になるんで、9の 1-X 足す3分の9の 1-X と。まあ以下全部、これとこれ、これとこれっていうのも全部この格好ですよね。で、じゃあこれ計算すると分母は普通に通分して、これ掛け算すると、こうかけて指数足せばいいんで、1乗になるから9。で、まあじゃあ3でくくっといて、9の X 乗と9の 1-X と。で、これとこれかけるんで、9と。で、こっちは、これとこれの掛け算と、これとこれの掛け算を足せばいいんですよね。これとこれの掛け算は、やっぱり9と3かけるこれ。で、これも、9と3かけるこれなんで、まあ、うまく、ぴったり、1になると。いうことは、これとこれ合わせて、1、これとこれ合わせて1っていうふうに、2023個なんで、1011組と、まあ、F カッコ、1012分の1が1個だけ余っちゃうんで、でもまあ、これと、これもう1個、同じものやってあげれば、やっぱりこれ1になるんで。押すと、1011組。1が1011組で、1011と、まあこれ半分しかないんで、点5と。いう、まあ答えになるんですけども。これまあ例によって開き直っていうのもなんですけど、まあパクリなんですけども、何をパクったかというと、元見た問題はここが4で2になっていただけと。じゃあまあこれ、パクるのにどうやって、まあ数字選んだか、まあすぐに想像つくと思うんですけど、まあ一般化して計算するならば、A の X 乗足す B 分の A の X 乗と、A の 1-X 乗足す B 分の A の 1-X 乗ってやると、まあ、今やったのと全く同じような話で、A 足す B カッコ、A の X 乗足す A の 1-X 足す B の2乗分の A 足す B カッコ A の X 乗足す A の 1-X 乗までは同じで、分子は A が2個だからこうだよね。ところが要するに A イコール B2 乗になるような数を選べば、まあこういう問題がいくらでも作れるっていう話です。だから25と5にするとかっていうふうにしてあげれば、まあいくらでも。で、まあこの数ももちろん最初と最後出して1になるような数だったら何でも作れるという感じで、まあパクっても少しは色を変えて出せるということでしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。